はい、開始ボタンを押しました。まだちょっとセットアップ中なんで。今、ズームから LINE じゃわ、Facebook に飛んでます。はい、ああ。出た。出た？うん。なんかお知らせ？映ってるね。いけましたよ。いけました。いけました。はい、じゃあ今日のライブはですね、広島の小顔スイッチ1期生の内藤さんに、内藤さんとか言ったらのちょっと笑けてきた。内藤ひろりんにインタビューをしたいと思いますんで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あとまずちょっと初めて見た人のために自己紹介をお願いしていいですか。はい、広島の解体地駅っていうところがあるんですけど、そこの駅の目の前でエステサロンをしています内藤ひろみと申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあもういつも通りひろりんはってことでね、多分最初は一期生の人しか見てないだろうし、なんかね、俺のあの通信の画面が消えちゃって、コメントが見れないんですよ。まあ、あの、これもリアルの良し悪しということでね、はい、良さということで。はい、じゃあそしたらちょっと聞いていきたいんですけど、あの、はい、小顔スイッチ1期入ってくれたじゃないですか。はい、最初小顔スイッチの存在というか、ほら、なんか最初に知ったきっかけって何だったんですか。まあ、YouTube ですね。僕の YouTube 見てくれてて。はい、 YouTube はどんな動画を見てたんですか。やっぱり美容に関するもので検索してたと思いますね。それは勉強のために、うん、そうです、そうです。勉強になってたんですか。そしたら勉強になってたんですか。うん、なりました。さ、効果出てましたよ。 YouTube で動画を見てやってたんですけど、うん、ずっと自分でセルフケアで、あ、こういうやり方を自分でやってみて、やってみて自分の顔でやって、はい、周りの人からもだんだん痩せたとか言われるようになってきて、うんうん、はいはい、体重は変わってないですよ。体重は変わってないんだけど、顔がちっちゃくなったねみたいな感じで言われるようになって、うんうんうん、それも一人とかじゃなかったんで、効果あるんだと思ってです。よかったですよ。それお客さんにはやらんかったんですか。もうお客いたじゃないですか。その時ですか。その時はやらないですね、自分。まあ、とりあえず自分でセルフケアでやって。うん、はいはいはい。そしたら、一応習いに来てくれたってことは、そのお客さんに提供するためのスキルとしてアップしたらいいなっていうのはあったってことですよね。そうです、そうです。うんうん。うん、ありがとうございます。まあ、YouTube をね、見ててくれたということで。そしたらまあ実際に講座入ってからのことを聞きたいんですけど、はい、小顔スイッチのまあ技術から聞きたいんですけど、はい、技術的にはどうですか。そのまあ難しさ簡単さだったりとか効果とか、まあ、実際にね、はい、YouTube 上で見てて、まあ見よう見まねじゃ分からんかった部分とかもあったと思うんですよ。うん、ちょっと技術的なことをちょっと教えてください。技術的にはそのコリって言わせるので言えば、割と、うん、まあ先生教え方が上手だから言わせられるんだけど、先生にしてもらったのと自分のそのコリは全然違います。未だにできます。
だいぶできてるじゃないの。だってもうお客さんにやって効果出してるし。効果も出てます。だけど、宣伝層は違う。ああ、その凝りの、この100% 出すのがね。うん、まあ、でも効果出してるならね、よかったじゃないですか。今、エイコちゃんが、はヒロリンって言ってくれてます。エコちゃん。ちょっとね、エコちゃん今ね、ヒロリンはあのスマホを使ってズームをしてるんで、Facebook が開けないんですよ。もう見れない。見れないけどちょっと手振っといてもらって。嬉しい。はい。じゃあまあ技術的にはね、まあ今も練習中ということで。そうですね。え、でもお客さんやってますけど、やって効果も出て、お客さんには喜んでもらってます。なら、まあまあ結果としては出せるし、まあ、サービスとしても提供できるレベルだけど、まあ、僕を100点としたらまだ100点じゃないよっていうだけですよね。そうですね。もうね、はい、あの80点以上超えてますからね。実際結果も出てますし、ありがとうございます。そしたら、あの講座の、まあ、小顔スイッチの技術は分かりました。で実際、そのセミナーが初めてとかね、そういうところに行ったことないとかいう人は、はい、その雰囲気とかがどんな感じなんだろうってちょっと怖がってる人もいるんですよ。はい、雰囲気どうでした？よかったですよ。楽しかったですね。最初は、人見知りもあるので、うん、めちゃめちゃ緊張していたんですけど、うん、始まってしまえば本当に見ない人たちばっかりだったんで、うん、よかったです。よかったです。よかったです。ヒロリンはちょっとあのちょっとね、出不精というか、あんまり広島から出ないですからね。あんまうろうろするタイプじゃないから、大阪に来てなんか変なやつおるんちゃうかみたいなね。大丈夫か大阪はみたいな感じがありましたけど、まあ和気あいあいと、うん、そうですね、やって雰囲気は良かったですよね。みんないい人でしたよね。本当みんないい人ですね。ね、変な人いなかったし。ないですね。まあ、そこはこう気持ち的には楽に受講はできましたか？そうですね、楽にっていうか、もう行くのが楽しめて仕方なかった。あ、嬉しいですね。嬉しいですね。早く練習会来てくださいよ。来月、エイコちゃんとしに来ます。もういつもの、いつものメンツじゃちょっとね、まあ、山根さん昨日来てくれましたけどね。ああ、そうなんですね。やっとディプロマ渡せました。え、あ、そうなんだ。あ、エイコちゃんがコメントしてくれてますよ。生ヒロリンだって、はい、生もみじまんじゅうみたいな感じですかね。うん、美味しいってこと？え、どういうこと？生ヒロリンって書いてるから。うん、生いよ。そしたらですね、もう一個講座で聞きたいのが、まあ、さっきの続きなんですけど、その仲間ですね、同じ講座生さんとのこうコミュニケーションとか、はい、なんか関係性とか、やっぱりね、こう人見知りの人とか、こう人間関係、ね、初めての人間関係、ちょっと怖いなって人もいると思うんですけど、そこはどうでした？人の感じは、仲間は。めちゃめちゃ良かったですよ。ま、年齢も、職業も、まあ、性別も、まあ、全部バラバラじゃないですか。住んでるところも違うし、うん、だけど、なんて言ったらいいんだろう、いい人たちばっかりでしたよ。まあでも今でも連絡取ったりとかしてくれてるし、Facebook でも、まあ、このね動画見てる人はあのヒロリの Facebook 見てほしいんですけど、めちゃめちゃ活発にコメントとかしてくれてますからね、みんな。
まあ、Facebook 上で、まあ、まあ、毎日やり取りしてる人もいるし、まあ、うん、個人的にも LINE とかで元気とかって言ってきてくれる人もいるし、あ、本当、はい、どうしてるみたいな、うんうんうん、そうなので、まあ、本当にね、仲間には恵まれたというか、うんうん、僕も楽しかったですしね、まあ、そこの人間関係的にはむしろなんかいい仲間出会えたみたいな。そうですね、本当に嫌な思いをしたことがなかったですよ、最初から最後まで、うん、よかったです、よかったです。あとはまあ結構言われるのが、そのね、さっきいろんな人が来てるっていうことですけど、この治療科の先生とかもう全く何もしてない、はい、今から手に職つけたい主婦の方とか、まあ、いろいろいたじゃないですか。はい、その辺はどうでした？そのエステティシャンとして、なんかもう一般普通の主婦の人からしたら、もうヒロリンぐらいなんかもうお店やっててエステやってるこんなすごい人が来てて、私みたいな素人が大丈夫なんだろうかみたいな意見もあったのよ。ヒロリンはだってもう なんかもうお店もやってるしすごいし、そらうまくいくよねみたいな。ねえねえ、そういうふうに言ってくれる人いましたね。ね、別にそんなことない。だから治療科の先生はね、まあ、ちょっと一旦置いといて、その女性陣のね、そういうサロンとかやってる中では、うん、なんかもうエースのような存在として扱われてたんですけど。そうなんですか？そこまでいきます？そうなのよ。全然私は差は感じてないんですよ。そこをちょっと言ってほしいです。ヒロリンもまあね、自分なりにもがいていろいろ試行錯誤してたし、うん、メニューとかね、情報発信とか頑張ってたから。私はあの自分に自信がないところから、なんか一歩出たいっていうので習いに行ったんで。うん。うん、そんな主婦の人とかと差を。全然感じてなかったですよ。なんて言ったらいいね。なんかまあみんなスタートライン一緒というか、技術的にもそうだし、結局その人の課題があってね、チャレンジしていくわけだから、うん、まあそこは気にする必要ないですよね。治療科の先生でさえ差はありませんって言ってましたからね。それはないだろうだけど、って言われてました、ね。まあでも小顔スイッチの技術で言えば。ね、やったことないから治療科の先生も一緒っちゃ一緒っすよ、うん、そのね、すでに箱を持っててね、ビジネスをやってるっていう点で商品化しやすいっていうのはあるけどね、治療科の先生の方がね、顧客がいるし、うん、まあまあね、エステティシャンのヒロリンでもいろいろ試行錯誤して頑張ったと。いや、本当頑張りましたよ。はい、はい、ありがとうございます。でその続きでね、聞きたいのがその頑張った部分なんですけど、この小顔スイッチ学んだりとか、はい、まあ、そのマーケティングの部分ですよね、集客、はい、この学んだことをどういうふうに生かしたか、どういうふうに取り入れてくれたか、そのエステというものにどういうふうに使ってくれたかっていうのをちょっと教えてほしいんですよ。メニューにした、そうそう、メニューにしたりとか、まあ、美脚もやってくれたじゃないの。はい、最初モニターで募集して、うん、3名の人に集まってもらって、うん、っていう感じです。それ、なんて言ったらいいの？そうそうそう、まずちょっと初めてね、見てる人もあれなんで、ちょっと補足すると、まあ、講座の中身はざっくり小顔と姿勢よくするっていうのと、美脚とか美尻を教えたんですよね、僕がね。で、その中で、その使えるものを取り入れてもらって、まあ、フェイシャルに技術的に小顔スイッチを入れてくれたりとか、まあ、今までやってなかった美脚とかをね、ヒロリンはやってくれて、うん、でこの間美脚のモニターね、募集して、はい、うん、あれはすごい喜んでもらいましたよ。冷え性が治ったとか、お、寝るときに靴下履いて寝てたんだけど、うん、履かなくても良くなったみたいな。すごいやん。そうです、そうです。すごい喜んでもらう。言ってくれよ。それ言ってくれよ。言ってませんでした？いや、もしかしたら Facebook には投稿してくれてたのかもしれない。
うん、多分そうですよ。うん。すごいすごいすごい。それってどこにモニター募集したんですか、最初。それは、LINE ですね。あ、LINE。LINE で募集したよね。LINE と Facebook。LINE と Facebook と。うん。で、それで2名集ましたいっていう人ができて、もう一人が欲しいなと思ったときに、ホットペッパーのブログで。あ、ホットペッパーのブログでね、書けるやつあるもんね。はい。それで、新規の方が、もう一回したいですって言ってくれて。すごいじゃない。で、3人モニター来てね。はい。で、最終的には、1名の方が。うん。買ってくださってね。はい。金額もう言っちゃっていいですか。うん、はい。あのコースでね、7万円でしたよね。はい。7万円の商品を買ってくれたと。はい。すごいやん。ねえ。はい。今まで一発7万のコースとか作ったことあったんですか。ないです。5万。5万かな、一番だ。5万が最高だった。すごいじゃないですか、7万初めて売って。うん、ねえ、よかったです。うん、あとはこうね、お客さんがその自信がねついてくれたじゃないですか。僕に LINE くれたじゃないですか。うん、自信ついた言うて。ラインも だって技術的にエステティシャンとしての自信つけに講座来てくれたわけでしょ。うん、はい、そうですね。で、結構その7万で自信ついたんじゃないですか。そうですね。うん、うん、めちゃめちゃお客さんも変化を感じてくれてるので、うん、それが一番嬉しいですね。まあ、小顔にしても、小顔素敵で顔もやらせてもらった時も、すごい喜んでくれるので。うんうん、結構ヒロリンは Facebook もね、頑張ってくれてて、ビフォーアフターの写真とか出してくれてるから、ね、この動画見た人もちょっと一回覗いてみてほしいですね、ヒロリンの Facebook を。ね、はい、あの、ビフォーアフターはね、結構すごいの出してくれてますから、あ、こんなぐらい変えれるんやっていうのをね、見てほしいですよ。はい、見てください。あ、おばちも来てるよ。あ、5分前だけど。え、もういないんですか。いや、わかんない。ちょっと今コメント見たから。ヒロリン、キャ、かわいいって、おばちが。ありがとうございます。ちょっと引き気味だけいいかな。あ、ゆかちんも見てますね。あ、どうした。そう、えいこちゃんが、えいこちゃんがエースや言うて、すべてにおいてエースやって言ってますよ。すべてにおいてエース。もう小顔スイッチの技術力、情報発信、ビジュアル、残した実績、すべてがエース。まあでも、そういうことにしとってもらおうかな。そうしよう。そうしよう。実際は違ってもまあいいか。じゃあ、あの、最後に、あの、まあ、一期生として、あの、二期生でね、今、まあ、募集してるんですけど、まあ、体験会行こうかなとか説明会どうしようかなって悩んでる方とかね、入ろっかなって悩んでる人にちょっと一言メッセージというか、まあ、こんな人におすすめですよみたいなのがあればちょっと言ってほしいんですけど。そうだな、おすすめな人、うん、なんか、なんだろう、今のこの生活をちょっとでも変えたいと思ってる人。うん、ああ、うん、まあ、専業主婦の人もだし、私みたいにサロンしてる人もそうだけど、うん、何か
この、なんだろう、変わらないこの日常をちょっと流れを変えたいとかって思ってる人、うん、に、うん、まあ、体験会だけでも行ってもらえたらなと思います。ありがとう。なんかまあでも悩むなら行けって感じですね。お、悩んでるならね、まあ、まずは行ってみてね、体験してみてくれと。はい。ああ、いいこと言ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。これほんまにライブ配信なんで、ほんまにリアルですからね。もう後からすごく後悔しそうなんですけど。ほんまの、ほんまのぶっつけ本番なんで、あの、桜とかじゃないんでね、打ち合わせも、まあ、こんなこと聞くよぐらいにしか言ってないんでね。リアルです。あ、世界的だ。あ、英子ちゃんが、そうそう、何かを変えるきっかけになりますって言ってくれてるよ。うん、ね。ねえ。うん、じゃあ、ちょっと、あとは宣伝というか、ヒロリンのお店を、うん、はい、うん、宣伝してください。宣伝？え、宣伝？その広島の人にね、小顔スイッチを僕も知ってもらいたいんで、そのヒロリンのとこ行ってほしいから、はい。そうだ。広島で小顔スイッチを受けたいなら、うちへ来てください。あと、ちょっと後ろのね、機材とかを見せてほしいんですけど、はい、はい、ちっちゃくて、脱毛とかね、ヒロリのところは、はい、脱毛もできるし、まあ、キャビとかもあるから、ね、その美脚で足細くするとかもやってるし、もともとメインはフェイシャルで、立体小顔っていうね、はい、まあ、しっかりとしたフェイスラインとか。くっきりした顔を作るっていうのをね、うん、やってましたんで、はい、だからまあ小顔と新しいメニュー、え、何何、新しいメニューも、新しいメニュー、はいはいはい、あの笑顔美とか姿勢美、エビみたいな、ね、あ、そのメニュー名がね、そう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 、今キャンペーンじゃないけど、 Facebook でお友達、インスタフォロー、うん、で口コミしてもらったらすごい安くやってます。なるほどね。どれ見たら一番いいんですか、ホットペッパー、それともフェイスブックで一回友達になった方がいいですか。フェイスブックでも見てもらいます、投稿してるので。あ、まあ、ビフォーアフターとかね、フェイスブック出してくれてるから、それ見てほしいですよね、うん、あのホットペッパーでもクーポン出してます。うんうんうん。じゃあとりあえず、YouTube でアップする方は、Facebook のじゃあリンクとホットペッパー2つ貼っときますわ。はい。うん。ちょっとアングルがね、ちょっともうちょっと機械を、あの、脱毛の高いやつを。あ、それそれそれ。これがね、これが効くんですよ。はい。脱毛のお客さんも結構多いですか？多いです、多いです。うんうんうん、脱毛が一番多いです。まあまあ、今、季節的にもね、うん、じゃあちょっと広島で、はい、小顔スイッチ、小顔とか美脚とか脱毛とか、ね、はい、求めている方は、したい方はぜひヒロリンのアンジュミニョンに、はい、アンジュミニョンっていうサロンに、はい、解体地域ですよね。解体地域です。解体地域でやってますんで。あ、サチネ来てるよ。あ、さちさん、はい、今来てます。じゃあ、解体地域でね、ちょっとリンク貼っときますんで、下に、そっち見てね、ちょっと問い合わせしてもらったらいいかなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。 OK、 ありがとう、ヒロリン。はい、こんな真っ昼間に。いいよかったですか、こんなグダグダで。やばい、うん、広島焼き食う予定やったのにね。広島焼き言うな。お好み焼きですよ。昨日もそれで。え、お好み、広島風お好み焼きでしょ。いいえ、お好み焼きです。
関西風とは違います。モダン焼きでしょ。じゃあ全然違う。まあでもあまた普通じゃ。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ Facebook ライブは終了しますんで、ちょっと待って違うのよ。何が？あのね、Facebook ライブの管理画面が俺のところから消えたのよ今。え？消えててね、終了できない。あ、そうか、Zoom の方で止めるわ。ありがとうございました。